株式会社オープンハウスの代表の須磨須田です。今回新しい制度で初めての審査会で、いろいろ期待を持って臨んでいます。全般的な印象としてはですね、やっぱりちょっとこう過渡期的かなって気がしていて、ここのところのコロナ禍とかもそういうこともあるんでしょうし、少し元気がないかなって気がしています。で、これを乗り越えて次に何が出てくるかね、非常に楽しみですけどね。日本のものづくりっていうとほとんど木だったので、木か金属ですね、金物なんだけど、これは住み分けていて、木は圧倒的に主たる素材だったわけで、それにまつわる技術もそうですし、サプライチェーンもそうだし、木の元を作るね、林業もそうですし、きちっとしたシステムがあったんですね。で、結果的にはだから日用品の多くは木で作られるという、当たり前のこと、もうそこにある材料を使って、作るわけですから。で、それがですね、いつの間にかこう珍しいものになりかけているという非常に不思議な状況だと思うんですね。で、私なんかは、たまたまプラスチックが全盛という時代がこのところ続いたわけ で、それが環境問題とかいろんな意味もあってですね、見直されてきてるわけですね。で、私の専門はサステナビリティなので、サステナブルデザイン的な観点から言うと、もう今更プラスチックじゃないだろうっていう感じはすごく強くあるんだけど、ところがものづくりの現場がですね、プラスチックで何かを作るということに圧倒的にシフトしてしまっているために、それをその木に戻すということがとてもしづらいという状況だと思うんですね。で、なので、どちらかというとこう隙間産業的なというか、我々日常的によく使うものではない、特殊なものに木を使いましたどうでしょうっていう、そういうご提案もあるんですけども、これはやっぱりいわゆる制度ではないと思うんですね。で、もともと高々50年ですよ、戻ればですね、やはりとりあえずまず 木から始めようという時代があったわけですから、でこの50年間取り戻して、場合によっては戻ってでもですね、我々の自然の循環の中でのものづくりという、非常に当たり前な基本原理に戻ればですね、これはもう圧倒的に自然素材を使うということになるわけですから。で、ヨーロッパの年中の方が気づくのは早くてですね、残念ながら。で、私もいろんなデザインを見てますけども、もう今本当あえてプラスチックを使うということに対しては非常に強いアレルギーがマーケットの方でできてるんですね。で、よっぽど安くて大量に作るものは、それでもいいのかもしれないけどということで、で日本はどうもそこへですね、先行しすぎて早とちりでどんどんそっちにシフトしてしまったために、今戻るに戻れない状態になっているような気がします。でもこれはですね、もう誰がどう考えても先がないので、でとりあえずまず木に戻るというふうに考えたら、これは後伝えではなくてですね、積極的に前進する上で非常に大切な指針というか戦略だと思うんですね。